平日アベレージ。くそー、あー嫌になるな。どうしたの阿部君、珍しくお怒りモード？自分に腹が立ってんだよ。よかったら話聞くよ。入社以来何かと比較される同期のやつがいるんだけどさ、そいつがぶっちゃけ仕事ができるわけなんだよ。だから俺はそいつを一方的にライバル視して何かと敵対しながら今までやってきたんだけど、最近どうにもこうにもかなわないっていうか。なあ、ダメダメ阿部君、それはダメ。ダメって何が？ビジネスの世界で勝てない相手に張り合い続けることはナンセンス。アメリカに古くから伝わるこんな言葉があるから今日は覚えといて。勝てないのなら手を結べ。勝てないのなら手を結べ。どっちかが勝ってどっちかが負けて、ウィン・ルーズの関係になるよ。どっちも笑顔になれる、ウィン・ウィンの関係を築けた方がハッピーでしょ。なるほど、確かに。だから阿部君も同期の彼といつまでも敵対関係でいるより協力関係に持ち込んだ方がお互いにハッピーなんじゃないの？おかげさまで10年目、日産アベレージは毎週日曜夕方5時から大好評オンエア中。だから阿部君、僕たちも敵対関係じゃなくて協力関係でいこう。そうだな、カリア。じゃあ早速2人で協力して阿部家の押し入れを増築。どっかなんだよ。え、なつったの？じゃあ早速2人で協力して、阿部家の押し入れをどっかにしよう。押し入れがなんだっすの。じゃあ早速2人で協力して阿部家の押し入れを増築しよう。もう押し入れも言えなくなっちゃった。押し入れ増築。じゃあ少々出勤じゃ。大丈夫かな、カリア。カムシャムダメだ。カムタムニダじゃないよ。韓国語喋ってるんじゃないかな。いやいや、協力して何したいの？協力して、頑張っていこう。頑張ろう。